うだね。お祭りは明日開かれるのよ。あれだけ準備したからか、少し緊張してきちゃったわ。緊張するな。クラクサナリデビはきっとみんなの思いを感じ取ってくれると思うぞ。うん、ありがとう、パイ。そうそう、オルモスコーには行った？何か発見は？もちろん行ったぞ。しかもいろんなで、そうだったの。もしまた機会があれば。お嬢様、その健康状態でまだオルモス港に行きたいって言うんですか？でしょ。おい、これは影の護衛ってやつだよ。雇用主を取り巻く。リシア、もういいの。さっき私は行きたいって言っただけ。明日は祭りなんだから、リシアも少しリラックスしてほしいわ。うん、ドニアザードお嬢様にそう言われ。安心してったら。わかりました。今夜だけですよ、明日こそ本番。ふん、あ、港から駆け足で町に戻ってきたから、あなたたちに休憩用の部屋。うわ、ここよ。一番近くにあ、すごくいい感じだぞ。そんなことないわ。お礼はいいから。それオイラ得意だぞ。次はオイラが教えてや。あ、もしよかったら明日は、友達はみんな祭りで仕事があるし。そうだな、特にリシアなんかずっと疑心暗鬼で。じゃあ明日の朝近くの市場で待ち合わせ。うん、おやすみ。興奮して眠れなくなっちゃい、オイラもワクワクしてきたぞ。過信ダメだ、想像するとお腹が減って。ちょっと寝坊しちゃったかな。早くドニアザードと。旅人、パイモン。おはよう、ドニアザード。そんなことない。ドニアザードはこの人。そうね、でも昨夜はあまり眠れなかったから。じゃあ行きましょうか。過信探査日では補助金の受け取りを断って自主的に出店する業者も多いの。まずはその人たちの応援に行きましょう。補助金を断るなんて、出店する人たちってお金目当てのやつばっかじゃないんだな。クラクサナリデビ様の誕生を祝える貴重な機会だから、お金よりも雰囲気が大事ってその人たちは言っていたわ。お、あそこに美味しそうなもんが売ってるぞ、見に行ってみ。ここはハフトスインで使う料理を売っている屋台ね。お、見る目があるね。これを知ってる人はもう、キノコ、花、それからいろんな果物で、さっき言ってたハフトスイーンって何なんだ？過信探査の伝統行事よ。昔の人たちは、一般的によく見られるのがルッカデバータ岳、サウマラタハス。過信探査って精進料理を食べ。そういうわけじゃなくて、その七つの料理はあくまでスメールの神が持つ。じゃあ精進料理が草の国で、炎の国のお祭りだったら焼き鳥、焼肉団子、旅人、おい。願いが叶うといいわね。よし、じゃあ他の。君たち
錬金占いを試してみない？錬金占い？なんだか変な。だろ？これに初めて巡り合った時、僕もそう思っ。それで、やり方は簡単さ。お客さんの持ってるものの中から錬金術の材料になるものを無作為に。ずいぶん適当だな。そんな。いや、失敗するのが正解なんだ。この占いは錬金が失敗した後の粉塵を読み解くものなんだよ。クラクサナリデビ様によると、万物は互いに関係し合っていて、全てのものが運命を指し示すことが。ドニアザードの説明を聞くとは、なんだかそれっぽく感じてきたな。そんな深い意味があったのか。君は博識なんだね。どう？やってみた。よし、少し待ってね。オイラにも見せてくれ。そうだね、月となると、つまりちょっと待ってね。こいつ、こっそり。ああ、そうだった。これは虚言と。虚言と嘘。まあでも、自分の直感を信じ、心の中の虚。本で調べたってことはもう隠す。やっぱり運命は表面を見せてくれるだけで、結末を迎えるには自分を頼らない。いやいや、なかなか面白かったな。そういえば、もうはるか昔のことなんだけど、家臣探査はとても賑やかな祭りだったそうよ。特大のフロート車が街中を巡り、人々は花やお菓子を振りまき、お酒を掛け合いながらボルモス港へと向かったの。ドニアザードの目が輝いているぞ。ちょっと憧れてるの。でもニーローの家臣の舞もきっとそれに引けを取らないはずよ。ファーリス・ファーリ。やあ兵士諸君、ご褒美のヤルダーキャンディーをもらうにはしっかりと隊列を組むんだぞ。変な帽子をかぶった。あ、ドニアザード姉さんだ。子供たちにとって家臣探査の準備をした数日間で、子供たちはすっかあら、チンス。当然だとも。花の騎士ファーリスの名において偉大なる家臣探。さあ小さな兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーは持ったかい？なんだこの腰。花の騎士ファーリスも家臣探査を象徴するものなの。昔はフロート社に花の騎士を。ドニアザードお嬢様のおかげで子供たちはこのような楽しい思い出。ええ、あなたもご苦労様でした。いえいえ。あ、そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがですか？これも祭りの目玉みたいなものでして、ちょうどキャンディーの。選ぶってこれ全部。そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは味がランダムに入っていて、それからトカゲの尻尾味や鬼か。おい、なんなんだ。鬼カブトムシ味のヤルダーキャンディーは。まさかドニアザードは全部食べたことあるのか。じゃあ大丈夫だ。おい、私も旅人。さあ、キャンディーの箱は左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか？ああ、残念、スミレ売り味でした。あれだけ大きな戦い。夕暮れの宮地のキャンディーが入っていたのは実は4番の箱でした。ただば、お祭りはみんなで楽しむことが重要。本当にいいのか。花の騎士です。パイモンはこのフロート車も。キャンディーも食べたし、そろそろ。そうだ、忘れ物を思い出した。一緒に取りに行ってくれないかしら。きっとドニアザードは家臣た。ご、このままだとまずいぞ。
しく。そうっすね。おお、間違いねえ。あっちからのこのこやってくるとは運が。エルマイト旅団の連中だ。悪いことをた、あなた誰？確かに風前家から金はもらってねえが、お前をさらえば風前人さらいだったのか。旅人、ドニアザードを守る。考えたことなかったのか。あんたらじゃかなわないような同業者がすでに風前家から金をいただいた。お前はディシアか。狩猟の獅子ディシア。どうりで傭兵界隈で長らくな。失礼な発言は慎んでもらえるかしら。ディシアは私たち風前家に。大丈夫ですよ、ドニアザードお嬢様。ただの傭兵同士のちょっとした牙の見せ合いですので。旅人、ドニアザードお嬢様。いや、相手は複数だ。オイラたちも残って手を貸すぞ。そうか、ディシア。これが私の仕事です。問題ありません。激しく動きすぎただけよ。本当にだ。しばらく休めば大丈夫よ。それそうだ、安心しろ。お嬢様、旅人、ここにいたので。ティシア、もう周りに共犯者は、もしくは誰かにつける。ティシア。ああ、これでしたら大丈夫です。ただのかすり傷ですから。よく見せて。いえ、問題ないので気にしないで。それに新しい体験って今まで。おう、そのまあちょっと気。もしかして最後の舞台を設置するときに使って。いや、おう、そのドニアザードお嬢様を泣かすつもりはなかったんですよ。まさか雇用主。雇い主を泣かせたところで給料は減らな。本当にありがとう。ドニアザード、お嬢様、まさか具合が。旅人、しばらく彼女を休ませた。みんな、しばらくここで休む。私の病気を心配してくれるの？だったら、実は私、生まれつき、マリン病なの。マリン病？そんな。あら、マリン病のことを知っているの？じゃあ、現在、スメールの技術で、この病気を感知させることはできない。ドニアザ。そんなに悲しまないで。私はずっと、それを覚悟して生き、ただ、マリン病にかかっている事実より、それによる生家族は、私のことをとても愛してくれている。もっと長生きできるようにと、環境を整えること、あのね、今回のように逃げ出すまで、屋敷の外の世界には幼い頃から、私はただ、毎日ベッドの上に座って、今回逃げ出したことで、きっと家族には心配をかけるし、失望もされると思う。私には、人との出会いが必要だった。出会い、それに、家臣探査の準備に携わった思い出はもちろん、参加、そのことを思うと、たとえその日が来ても、少なくとも、私の存在を覚えてくれている人は、この、お前、
ことを忘れない限り、オイラもお前を忘れない。二人ともありがとう。実はこういう風に勇気を持てたのも、クラクサナリデビ様のおかげなの。あの、ええ、生きていれば必ず悩みは生まれる。あ、そうだ、もうすぐ、もうすぐ家臣の舞が始まる時間でしょ。私、家臣、神話の中の一幕をニーローがとても優雅なダンスで再現するのよ。そうすれば。じゃあここで時間を潰してないで早く舞台の、ええ、今から行けばまだ間に。許可なくこういった類の演目を行うのは法令で禁止されているのよ。まさか知らなかった。あれって教令院の大賢者みたい。とても家臣の舞は家臣探査の定番だよ。大規模なイベントを密かに行うのは家臣探査では禁じられているわ。それにこれ以上続けるのなら家臣探査の関係者ぜ、すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな家臣探査はもともと教練員が開催すべきもので、その席も長年放棄していたのはあっちなのに。見ていられないけど、あなたの言う通り、芸術、ダンス、この知恵と理性の全ての真実と真理を求める学者たちのために、神はスメールシティという楽園を作った。しかし君らのような。そんなことない。家臣様が我々の神に舞を捧げたように。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか。今お前がすべきことは一刻も早く帰ったら、次のジュニアーナガルバの日までにこのような公演を禁止する法令を書記官に作成させる。はい、すぐ手配だ。家臣探査でせいぜい神の生誕を祝うがいい。ニーロー大丈夫か。あ、ドニアザード、今の見てたんで、どこか別の場所に行って教令員に見つからないように続けようかな。あ、でもそれか、公園を妨害する人を誰かに止めてもらうとか。ニーロ、でもドニアザードは家臣の舞をずっと楽しみにしてたんでしょ。今回の気にしないで、ニーロにそんな。ふ、それにこの状況で家臣探査を続けるのは、うん、次、ね、約束ね。次、まさかこんなことになるなんて。うん、大丈夫。でもニーローの家臣の舞を見られなかったのは。はあ、今日はいろんなことが。ニーローは来年の家臣探査は成功させるってドニアザードと約束してたけど。そうだ、全ての接続を確認、最高レベルの安定性を保有、計画は最終段階。